ジャンク TV プレイボール。はい、皆さんこんにちは、ジャンク TV です。新年ね、一発目二発目かになるんですが、今年はね、ジャンクは36名の登録で頑張っていくところです。今現在16日から、活動を開始しますが、サンスポがね、サンスポ野球大会が中止がもう決まってしまいまして、どうしようかと思ってます。他のチームのね、皆さんの、どの大会出るかっていうのはちょっと気になるところではありますけど、今年春までね、しっかり調整をして、いい戦いができるようにやっていきたいと思います。それまでね、いろんな動画を撮ったり、まずはね、選手紹介を少しでも進めていきたいと思います。はい、じゃあ今年も皆さん、対戦するチームの皆さん、よろしくお願いします。これいけるよ。はい、キャッチャーです。はい、埼玉県の所沢市です。はい、野球は中学から、始め、高校では所沢西高校、大学生の入ってからこのジャンクベースボールクラブに入りました。はい、埼玉西武ライオンズのファンで、選手は栗山拓実選手が、好きです。雰囲気だとか、打席での立ち振る舞い、全てがかっこいいからです。はい、本田翼さんです。飾ってないような雰囲気の雰囲気が可愛くて好きです。そうですね、5年ぐらいになるかと思います。はい、特別なことはしてないんですけれども、週末のこのジャンクに向けて、平日から、少しでも運動をして、バッティングセンターに行くなり、時間を見つけて運動して、週末に、100% で挑むようにしていることです。ジャンクを通じて、野球はもちろんなん、野球が上手くなることはもちろんなんですけれど、その他、野球だけでなく、プライベートも充実させるように、メリハリを持って、これからも野球を、続けていくつもりです。続けていきます。すいません。こんにちは、ジャンクベースボールクラブです。ジャンクベースボールクラブでは野球以外にも様々な活動をいろいろしていますので、選手のみならずマネージャー、その他スタッフで参加してくれる人を募集しています。こちらまで連絡してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。